自分の言ったことで相手が笑う、自分のしたことで相手が怒るという体験を繰り返すことで、自分の言動は他人に影響を与えると思うようになります。親の言うことを聞いたら、親の機嫌が良くなる。親の言うことを聞かないと、親の機嫌が悪くなるという体験を繰り返すことで、子供は自分のすることで親の機嫌が変わると思うようになります。自分の言動で親の機嫌が変わると学んだ子供は、親の機嫌が悪いと自分のせいかもしれないと考えるようになります。もしかしたら親はお腹が痛くてしかめっ面になっていたのかもしれません。お金がない、どうしようと悩んでいたのかもしれません。それでも自分の言動で親の気分が変わると学んだ子供は、自分が悪いことをしたのかもしれないと思ってしまうことがあります。自分の言動で他人の機嫌が変わるという思いが強くなると、その視点で他人を見るようになります。ああ、今〇〇ちゃんの顔が引きずった。私が何か嫌なことを言ったのかもしれない。〇〇さんがつまらなそうにしている。私が悪いのかもしれない。と考えるようになります。相手の機嫌ばかりが気になり、自分はその人と話すことを楽しんでいるのか、自分はその人に言いたいことが言えているのかということを考えられなくなります。自分が気分よくいることより、相手の気分を良くすることを優先するようになります。退屈そうな顔をしているから、もっと面白いことを言わなければいけない、もっと喜ぶようなことを言わなければいけないと必死になり、自分が楽しむことを忘れてしまいます。他人の機嫌ばかりが気になっていると、人と会うのが苦痛になります。なぜなら、人間の感情は常に揺れ動いているので、いつでも笑顔でいることはできないからです。常に相手の笑顔を見ていないと不安になる人が、常に笑顔になることができない人間と接すれば、人と会うのが苦痛だとなるのは当然のことです。彼氏が黙っている。私が何か悪いことを言ったのかもしれない。飲み会が盛り上がらなかった。私がそこにいたからかもしれない。店員が不愛想だ。私が何か失礼なことをしたのかもしれない。となっていたら、人間社会で生きていくことが苦痛になります。他人の機嫌ばかりが気になって、くたくたに疲れている自分に気づいたら、他人の感情の責任を負う必要はないんだよ。と自分に語りかけてあげましょう。あなたは他人の感情ではなく、自分の感情に責任を持つ必要があります。あなたは自分を楽しませるという責任を負う必要があります。だから自分が楽しめないのは自分の責任になります。それと同じで、相手は相手の感情の責任を持つ必要があります。相手は自分を楽しませるという責任を負う必要があります。だから、相手が楽しめないのは、相手の責任になります。ということで、相手が不機嫌なのは、あなたの責任ではない、ということを忘れないでほしいと思います。そして、どうしたら、この人と一緒にいる時間を、もっと楽しむことができるか、と考える。つまり、自分を楽しませるという責任を果たすことを考えていきましょう。